世界一面白いアクション RPG、 これを目標にゲームを作っております。ハイタカと申します。今週もですね、ゲーム開発の進捗状況ですね、皆さんに共有していきたいと思います。では例のごとくね、この見栄えのいい旧プロジェクトから新プロジェクトの方にね、移っていきたいと思います。今週は攻撃アクション中の旋回っていうシステムをね、組み込んでいました。というのもですね、実は攻撃モーション中って旋回がね、できなくなっちゃってるんですよね。どういうことかっていうと、敵をですね、このようにロックオンした状態で、まあ片手剣でね、ちょっと攻撃してみたいと思います。連続でやってるとね、どんどん軸がずれていっちゃうんですね。これ、まあ主人公のキャラ自体はね、一生まっすぐ攻撃してるんですけど、まあ敵のキャラクターとかもね、ひるんだりしてノックバックとかがするんで、少しずつね、位置っていうか角度がね、ずれていっちゃうんですよね。で、こんな感じで最後の方はね、あさっての方向向けて攻撃しちゃうことになるので、まあもちろん攻撃をやめるとね、こう旋回はできるようになるんですけど、まあ、攻撃中も多少は旋回できた方がいいなっていうことで、その旋回のね、システム、要件としては、まずフレームを指定できるっていうことですね。この攻撃モーション、例えばこの1番とかの攻撃モーションだったら、このモーション中の振りかぶって、まあ攻撃判定が出るまでのところですね、に関しては、まあロックオンしているターゲットに向かって旋回してほしいっていうことですね。と、その旋回する角度ですね、どれくらいの速度で旋回するのかですね。つまり要件的には旋回できる期間を指定したいっていうのと、旋回する速さも指定できるようにしたいっていう、この2点ですねをプログラマーの道凪さんに投げたところ、数時間ぐらいでね、すぐ作って、はいとかさんできましたっていう感じでね、上げてくれたんで、それを僕が一つ一つのね、モーションに設定していくっていうようなね、ことをやっていました。で、作ってもらったシステムがね、このローテートローテンショントゥーターゲットっていうシステムですね。これがフラグみたいになってて、こんな感じで長さとかもね、調整できるようになってます。なんで、先ほども言った通り、攻撃判定出てる時はね、旋回しないようにしたいんだけど、攻撃する直前ぐらいもですね、この期間ぐらいはちょっと旋回できるようにっていうことで、ここにね、パラメーターがあるんですけど、今0度にしてるんで、全く旋回しない状態ですね。例えば180とか数値入れてあげると、この速度っていうのが、ここにもね、ちょっと書いてるんですけど、めっちゃちっちゃいけど、180 degrees per second っていうことで、1秒間に180度回転しますよっていう感じですね。その回転できる期間がこの0フレームから、何フレームだろうな、これ。14フレームぐらいかな。までは、1秒間に180度の角度で敵のね、ターゲットしてるキャラクターを追従します。ホーミングしますっていう感じですね。攻撃判定がここ、15フレームから19フレームぐらいなんで、まあ僕のこだわりとして、この攻撃判定が出てる間はなるべく旋回はできないようにしておきたいっていうのがあるので、そういう風なね、設定にしております。攻撃判定出しながらの旋回って結構理不尽になりがちなんですよね。判定中に旋回させとけばね、とりあえず強いボスとかも簡単に作れちゃうし、あとはね、PVP とかでもやっぱりこう、横の軸の素早い動きでかわすみたいな遊びがちょっとしにくくなるんで、あまりにも横軸大きくずらされるともちろん追えないよねっていうぐらいの設定がちょうどいいのかなと思います。これでですね、アタック1番が敵に向かってね、旋回できるように、ロックオンしてる敵に向かって旋回できるようになったんで、ちょっと見ていきたいと思います。じゃあちょっとやってみますね。スローモーションで見ていきたいと思います。ここでロックオンします。すると敵の方に向かって旋回してくれるっていう感じですね。ちょっとわかりづらかったかな、今の。1秒間に180度回転できるぐらいの速さでいくんで、ちょっとこれくらいでやってみましょうか。うん、これだとわかりますね。ちょっと右の方向いちゃってたのが攻撃の前動作のところで、まあ、敵の方を向くっていう感じですね。で、速度に関してはもうね、180以外にもね、もう自由に数値を入れれるんですけど、一旦はね、180で統一して入れていってみます。
じゃあこの状態でまたひたすらねロックオンして攻撃ボタン連打してみたいと思います。これでねもう途中から軸ずれて敵そっぽを向いちゃうっていうこともねなくなりましたね。こんな感じで攻撃連打してると敵の方を向き直してくれるっていう感じですね。さあこのローテーショントゥーターゲットをですね、まあ、いろんな武器のね攻撃モーションに設定していきたいんですけど、まあね、いくつか気をつけないといけないことがありまして、例えばねこの攻撃この辺ですね、最初のフレームは回転させてなくてこの辺からこの辺までですね、で回転させるようにしてます。というのもこの序盤がねちょっと両足ともね地面に足くっついちゃってるんで、この状態の時に例えばローテーショントゥーターゲットこれを最初のフレームからやっちゃうと結構ね回転が悪目立ちするというか、中華料理屋さんのテーブルの上に立ってるみたいな感じでちょっと実際に見てみましょうか。わかりますかね今の。両足とも地面が足についてる状態で回転させちゃうとねかなり悪目立ちしやすいんですよね。なのでさっきやってたみたいにこうねどっちかの足が地面から離れてからですねこの辺から回転させる。まあぶっちゃけくっついてるけどねこの辺まだくっついてるけどまあ回転させないわけにもいかないんでこの辺と。なんであまりにもその回転させれるフレーム数が短い攻撃フレームとかがもしあった場合はさっきのねこの回転速度調整ここに例えば360とかまあでかい数値ぶち込めば短いフレーム数でもねたくさんの角度を回転できるようになるんでそういう風な感じで対応してるっていうことになりますね。あとはこの攻撃振った後のね待機モーションに戻る時とかもこうね、せっかく足動かしてくれてるんで特にこういう回りながら待機に戻るポーズとかって結構めちゃくちゃ早くねローテーションさせてもわりかし、まあ、不自然に見えなかったりするんでそういうところで、まあ、たくさん回転させてあげて辻褄を合わせてあげるっていうような調整がいいかなと思いますね。あとはその攻撃アニメーションごとの個性付けっていうところにもこの回転速度の調整がちょっと使えるかなと思っていて、例えばこういう攻撃とかだよね、回転しながら攻撃する場合、まあこれもね今は一時的に180度で統一してるんだけど、例えばこれ360度とかにしてあげたら敵の横軸移動による回避に対して、まあ、強く出れる攻撃モーションっていう個性を持たせることができるよね。こういう回転のモーションとかって、まあ、実際にその横回避とかに対して強そうっていうのも感覚的にね、なんとなくイメージできるし、こういう回転の予備動作がある攻撃に関しては、この角度、角速度ね、高く設定してあげると面白そうだなというふうに思ってます。あとはそういうのとは逆で、例えばこの縦切りとかね、まあ、溜め毛の時間も長くて、まあ横の回避にかなり弱そうなモーションなんで、あまりにもこの攻撃が横回避に対して弱すぎてどうしてもスカってしまうっていう場合は、そうだな、例えばこの180度のローテンションをこの程度までにしといて、でそのね当たらなさすぎる場合は、まあバランス調整としてね、アッパー調整的な意味合いでこのちょっとしたフレームに例えばなんか540度とか、これはちょっと早すぎるかもしれないけどっていう早めのローテーションぶち込んどいてあげると、まあ、この振り下ろす直前にピクッとね相手の方を向いてくれるっていう感じの調整とかもできたりしますね。なのでバランス調整、この武器弱すぎるとかあったらここでね調整したりとかも、回転とかに関してはねできるんで、非常にまあ、柔軟性のあるいいシステムにできたんじゃないかなと思っております。と
というわけで今回は以上になります。もしよければチャンネル登録して次回の進捗報告をお待ちいただければと思います。週末はね、よく開発のライブ放送とかもやってるんで、もしよければ遊びに来てください。では今回はこの辺で失礼いたします。お疲れ様です。